どうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして、特化塾限定動画をご覧の皆様、今回はですね、いよいよ押して待った年末51週目、12月18日から22日までを展望として占っていこうかと思います。18日から始まる週、そして25日から始まる週と、もう残りわずかになってきますけども、まあ実質的にはね、もう今年のトレードは終わったような感じと思っていただいて、最後の51週、52週っていうのはね、もう付け足しというか調整です。まあ無理に取り組んでも、まあそんなに大きな成果は出ないのかなっていうふうに思いますね。まあそれでしたら、他のね、日常生活やビジネスなどに力を注いでいただいてもいいかなと思います。それから、どうしてもトレードしたい方は、リアルタイムトレードにも、やっぱ1年のおさらいをしたりとかね、来年のために身辺整理をしたりとかして、より FX を取り組める環境を作った方がいいのかな。これをね、準備と言います。そして同時に準備ってのは後始末のことにもあるんですね。で、どんなことでもそうですけども、準備、実行、後始末って、この3つのね、三位一体のリズムが必要なんじゃないかな。またこれはビジネスのことについて、マインドセットでお話しようかと思いますので、今回は発表しますけども、ちょっと頭に留めておいていただきたいと思います。さあ、それでは、月火水動き見ていきましょう。まずは、12月18日、日銀の政策会合があります。これの1日目ですよね。時間は指定されてませんので、とりあえずはここは無視していきましょう。月曜日は材料なしなので、月曜日から仕掛けていけるよと思います。そして火曜日、来ましたね。政策金利の発表があります。これは大きく荒れる可能性があります。まあ、噂によるとですよ。マーケットの噂によると、どうも、日銀も利上げをするそうなんで、そうなると円高がどんどん進むということになりますけども、さあ、果たして本当にそうなるんでしょうか。どうも、どっちつかずのことを上田総裁が発言されて、マーケットが深読みをして、勝手な判断をしているっていうような構図に見えるんですよね。ただし、各新聞社は、日銀の情報を、そのまんまね、ちょろちょろと長く、スポークスマンの役目も果たしてますので、全くの、報道機関の予測とか思い込みじゃないっていうところもね、あるので、立ち悪いです。例えば日経新聞っていうのは、財務省が言ってることをただね、そのまんま垂れ流しにするだけなんで、財務省の責任なき表現者なんです。財務省が発表すると責任が及びますけども、財務省が日経新聞に言わせたってことになると、責任は日経新聞っていう一機関紙がするわけですからね。結局、誰も責任取らなくていいと思う。だから財務省はそういう手を言って日銀ももしかしたらそうかもしれません。マスコミには、こういった意図で記事を書いてくれっていうふうにお願いしといてね。で、日銀はどっちつかず、いつものことを言うみたいな。この慣れ合いも長いですよね。はい。そして、15時半、日銀の上田総裁、火曜日、発言ですよね。ですので、火曜日は荒れることが予想されます。かなり荒れるんじゃないですか。今年最後の荒れです。まあ、フィーバーですよね。だから火曜日は、テクニカルで、トレードされる方は、ちょっと下げていただいて、それからですね、まあ、トリガー仕掛けたい方は、どんどん仕掛けていただければよろしいと思います。まあ、ここで、断定的なことを言うのはあれですけども、やっぱ、円高の方向にトリガーって聞かれるんじゃないかな。この日、130円台入るんじゃないかな、とかね、思ったり思わなかったりします。私もちょっとね、ここは曖昧な表現にさせてもらいますけども、腹は決まってます。はい。そして火曜日はそのままなくなって、水曜日は、そうですね、各国の材料もどんどん弱くなってきましたね。日米の材料なんて、本当にどんどん出なくなってきます。ですので、テクニカル的にやりやすくはなるんですけども、テクニカルがなんでね、働くかっていうと、ファンダメンタルによって大荒れするから、その後の、戻しとかね、調整とかでトレードができるわけです。だからね、ファンダメンタル材料が全くないと、これ、テクニカルもできないんですよ。だからやっぱり、材料っていうのはね、ある意味大事なんですよね。例えて言うと、台風が日本に来るから、日本では水不足にならないってやつですよ。ある程度の台風、ファンダメンタルが必要なんですよね。ただ台風の時に、田んぼを見に行くと事故に遭ってるでしょ。だから台風が過ぎた後に、田んぼを見に行って、調整していくって感じ。変な例えですけどね。ファンダメンタルの間と間にトレードがあるって感じですよね。で、木曜日なんですけど、木曜日の対決しなかったですね。木曜日もほとんど材料はないと思ってください。
まあ、22時半に DDP ありますけどね、確定値が。ここでまた、上下の幅が調整されるんじゃないかな。はい、そして金曜日は目白押しですね。これはすごいですね。金曜日はちょっとできないですね。ね、金曜日はできないです。すごいです。真っ赤ですね。ということでね、火曜日は上田総裁の発信がありますんで、火曜日は手組みがちょっと向かないと思うんですよ。ですので、月、水、木というふうに分類して、そしてフィーバーするのが、火、金ですね。火、金はちょっと比較的要素が大きいですけども、当たりはでかいんですね。宝くじみたいな気がします。はい。じゃあ今回の週間展望は以上です。